最高のものだったんだ。ダイヤの価格が暴落したら困る。裏社会の人間は山ほどいる。あいつは冗談抜きで命を狙われるようになって、そんな頃にエースと出会った。お前は全てを失ってでも生きる価値はあるのか。お前の人生はお前が選べ。私はうちの執刀医に顔を変えてもらったんです。それでちょうどその頃オペナースを探していたみたいで、行く当てもなかったので、あの男の訓練を受けて私はこのチームのナースになったんです。三ゼロ。遅い。正直今でも何が正解だったか分かりません。たとえ死んでも自分の夢を手放すべきではなかったのかも。でも選んだのは私。もしこの先後悔することがあっても納得はできる。今ここにいるのは自分で決めたことだから。今のあなたは幸せ。全部なくしたけど自分で選ばないといけない。才能なんかなくたっていいんだ。圭一郎、何もなくたって一緒に生きてほしいんだよ。手術をしてください。彼女の腫瘍を取ってください。お願いします。Thank you.
は成功したんですね。ええ、無事に終わりましたよ。先ほど意識に戻って彼女と少し話せました。よかった、よかった。おかえり。今来るは迎えに行ったのに。よく、体はもう大丈夫なんでね。腫瘍はきれいに取れた。じゃあ、お祝いだね。今夜は僕がとっておきのディナーを作るよ。何そんな喜んでんの。私の才能がなくなったのに。調子はどうだ。出血なし。OK。閉じると。はい。待て。まだ終わってないだろう。脳腫瘍を全摘するんじゃなかったのか。小脳腫瘍の一部のみ切除した。これで一時的に神経と視野の症状を回復する。けど、それじゃ彼女は。患者が自分で決めたことだ。これで最後まで彫刻家として生きていけるだろう。一時的に回復する処置をしただけだ。あの程度のオペ、
5000万も十分だ。いりません。今の私にはもう必要のないものです。こうしてもらって感謝もしています。そうか。それに口裏も合わせてもらいましたし。倉木恵一郎は出て行ったんだな。彼は私が全てをなくしても生きていてほしいと言ってくれた。そこまで言ってくれたのに、私は今の自分生き顔を捨てることができなかった。お大事に。後悔なんか全くしてない顔してたな。そうだな。悔しいけど僕はお前が正しかったのかもしれない。でも心がかりにして手術受けてほしいって本当は今にも思ってるんじゃない？This is a story. This is a story. 金狼讲授学说的是什么 ？This is a starring beast. This is a starring beast. This is a starring beast. やっぱり君がすごいな。手術を断られた患者のリストです。待て、まだ俺は死ねないんだ。渋谷さんが助かったって間違いないです。でも助かるステージじゃなかったけどな。非法に恋を誇る医療は医療とは呼ばない。
たちのことは忘れろ。お前には生き延びる価値がない。仮面ドクターズ。仮面ドクターズ。仮面ドクターズ。若年性アルツハイマーを私たちには救うことができます。お願いします、助けてください。どんなに無様だろうが生きてさえいればどうにでもなる。生きていれば腐れるんだ。はい、上がる。好、第四集看完。完毕了。